あら、どうしちゃったのぼーっとして。挟まってるの取れたあ、ありがとう。フレンドリーかよ。えー、だって手帳にさ、まだ刻まれてないやつがいっぱいあるっすよ。選べる範囲で5個あるもん。全然手帳にメモ取らねえな。あと怠慢が、職務怠慢が過ぎるんでは何メか。こんばんは。いらっしゃい。家をついてるよ。あ、 これで目か。で、目が出現してるんで、壁に目がついているお香だね。お香を炊きましょう。化粧品おうおう持っていくには何か入れ物が。だから口に含めて言ってるだろ、俺が。何回も。なんだその繊細アピールは。男なんだから、何でもかんでも口に入れていけばいいじゃないか。手で持つか、口に入れていけばいいのに。え、な、え、なんか、え、なんかあったっけ空き瓶、空き瓶か。とりあえず口に含もうぜ。 オッケーこれか。これでいいか。満足か、これで。何かで火をつけないといけないな。あのパチパチに近づけたら火つかない火なんかあったっけ口に。<laughs> とりあえず口に入れればいいんじゃないんですか。かまどの中に火打ち石がある。これで、あ火がつけられそうだよ。オッケーイここに火をつけた。やればできんじゃねえかよ。俺は信じてたぜ、お前のことを。よし。おいって。 えー、お香の煙をふりかけた。はーい。やべえ。バチバチが近づいてる。バチバチが近づいてやがるぜ。やべえぜ。<laughs> 壁が消えた。早、はい、く !OK。ここは最終回かなあ、まあ、ちゃんまあ、ちゃん。分けない、分けない。3回まで来たわけだが。札は何かで汚れていて読めない。何かって何さ。図書室。図書室なんかある本がいっぱいだ。 ここで何かしらをメモを取るんだ、メモを。古、え、本の間に古びた手紙が挟まっている。愛する君へ、共に行けなかった僕を恨んでいるだろうか。偶然とはいえ、君、僕だけが助かったことを。あー、なるほど。さっきのシスターかなだから、男性の方だけ助かってしまったのか女性の方だけ死んじゃったあの、実は未完成だったのかもしれない。成功さえすれば、僕らの願いを叶えるにはうってつけだったのだけれど、君だけを先に行かせてしまった。 僕はしばらく君のところへ行くことができなくなってしまった。しかし僕が愛してるのは君ただ一人。好みが口当てるまでどうか待っていてほしい。他の部分ボロボロで読めない。誰かの手紙を手に入れた。あ、これ渡せばいい感じか。これ渡せばいい感じっぽいな。まあ、とりあえず調べるか。何かしらをメモするんだよ、メモ。あんたがメモするんだよ。メモしない感じここは あ、えー、窓書の間にメモが挟まっている。えー、季節の花を巡るように。了解です。チュッパチャップスだっけなんだっけ <laughs> チュッパチャップス、ひまわり、ゼル、ゼルゲ、ゼルニウム。ゼルニウムカトレア。でしょ。ね名前忘れた。チュッ、チュッ、なんだっけゼラニウム、ゼラニウムだっけなん、なんちゃらチャップスみたいな。 誰かの手記が。私の体に異常が起き始めた。そろそろ限界なのかもしれない。心残りだ。彼のことだ。彼は私に依存している。何だろう、異常って。カレー臭かな。<laughs> 私の体に異常が耳の裏が臭いみたいな。そういうことあとの、えー、後のような話は、えー、なじみの家政婦に託してあるが、それでも心配だ。後の世話か。 オッケー手帳に書き込んだ。カレー臭的なことかなぁ。ピチュニアね、ペチュニア。覚えた。ピチュニア、わりえーゼラゼラニウム、カトレア。どすよ。どすよ。他はいけるとこないか。じゃ、セーブしよう。とりあえず手紙を渡すのは後だな。お、お、お、びっくりした。止まった。シュネ室。ッケシュネ室は鍵かかっていると。 えーと、何かで汚れて読めない。入りまーす。なんだよー、初見殺しっしょー。ほら。あの人は私置いていってしまった。この手紙はお前に当てたものじゃないのか。くらえバシッ。どうや。あ、あの人は裏切ってなんていなかったのねよかった。私しまーすは、向こうの世界でも。なるほど。 鍵鍵をくれれたよ修練室の鍵だなこれがどこかの部屋のどこかってどこさどこかってどこさ読み取れないってことは右下かなここか OK 合ってたうわ血だらけだやべえ分けない分けないとセーブは分けないあっここで行ったのか取っ手の部分にはあっカトレアと書いてあるスイッチを押せば火がつくようだ押しますかいいえ 読めたよ。カトレアだよ。OK。順番はもう分かっております。簡単なと謎解きだぜ、これ。それだけか。それだけか。簡単ですが。えーと、これは、ペチュニア。OK。ペチュニア。はい。ペチュニア、ひまわり。えー、ゲラ、ゲラニウム。あ、ゲラニウム。いいえ。これはサンフラワー。みんな知ってましたかひまわりは英語でサンフラワー。 太陽の花と書いて、サンフラワーと言います。サンフラワー。で、えー、ゼラニウム。簡単だぜー。で、えー、カトレア。カトレア。オッケー。オッケー開いたやったぜ。簡単だぜ。セーブ。小さな宝石が入っている。小さな宝石。そこに何か紙片が入っている。まだ足りない。もっともっと。なんだわ。 どうしたグッ赤子回想か。直球だね。サンフラワー。わかりやすくていいと思いますけどね。かっこいいしなんか。サンフラワー。なんかの技でありそうじゃないガンダムの技とかにありそうじゃないくらえサンフラワーみたいな。バーみたいな。あの地下に通じるはしご。あそこから強い気配を感じるな。あそこで先輩が死ぬのかい行っちゃダメですえーと、戸惑っていても解決はしない。 行くぞ、グリーム。いや、先行かんかい俺に行かせるんかい先に。なんだそのかっこいい感じのこと言って。俺に行かせる気満々ですかね。えーメタルやじゃい。えぇ、ー、大ターン3の3アタック。<laughs> 近しいものがあったね。3アタック。サンフラワー。おっと。彼は実に協力的だ。ほぼ仮死状態にした状態で、ギリギリのところまで体を切ってみたが、ものの1時間もあれば全て再生した。 ギギリギリ体を切ったの彼の血族にそのような能力ある者はいない。アジンみたいな。えーと、突如変異で、えー、突然変異で出たものならばきっと解明できる。医学の進歩に役立てることができる。OK、手記の内容を書き込んだ。過去にもある感じか。手記も、メモ持ってねえじゃねえか。メモ持っとけや。<laughs> 何エア、エアメモエアメモなのもうどうしよう、これ。ちょ、ちょっと前のやつに一応分けようか。 メモ持ってねえのに、どこにメモしたんだよ。脳内メモリーですか ?7 つの大勢のキングがサンフラワーやってたっけ帰りまーす。うーん。ダメか。あ,あと2個、あと2、3個メモが取らないと。最高。行けよ。あ、行けってことかい。この人なら強気配がする。おりますかファーイファ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 ーイえー、後なりでいらっしゃい。グリム、あれが今回の元凶だ。 飛び散り子供ですね。あれは死年体じゃないですか。これがあれか。あのギリギリまで体切られた子。アスイラじゃ秘密裏に引き取られた。という血族あ、きっとあの子の本体はどこか別にあるんだ。ただ、この病院にはあまり彼の資料は残されていなかった。ここからは直接対話するしかない。いけるかいけるか気がついているんだろう少し君の話が聞きたいんだ。先生、僕のこと置いてっちゃったんだ。 僕こんなに頑張ったのに。きっと先生の実験材料が足りないんだ。もっと役に立てれば、また先生といられるよね。依存している感じかいわ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 い。先輩どうしたんすかうぅ、どうした先輩先輩先輩今何されたのダメだ、気を失ってる。それ、持っていったら喜んでくれるかなそれって何先輩のことやめろ。そんなことしたってお前は救われない。そうなのじゃあ何を持っていったらいいのかな あ,あじゃあお前の右目をちょうだい。お前も普通の体じゃないよね。そうしたらそれは持っていかないよ。え、先輩の、先輩と引き換えに右目なの先輩の右目じゃダメかな。<laughs> 先輩の右目じゃダメかな。今気絶してるし。いい塩梅に。それにしよう。そうしよう提案。今気絶してるから取り放題よ。取り放題ぞ。いいだろう。いいやつかよ。いいやつかよ、グリム。やった、じゃあもらっていくね。 ええー、これできっと先生といられる。先生、眼球好きなんダニーを思い出すな、眼球マニア。それで右目が、じゃないんだな、右目。えぐれてる感じ義眼とか入れてんのかなえーあー、動ける。でですよ、みんな。俺は知ってますよ。どうせね、こん中にも鍵がね、紙幣だったわ。なんだ。鍵があると思ったのに。ち、違うの なんだなんだ何かで汚れていて。あ、あ、あ、そうか。さっきここ行ったけど死んだよね。ここに行けるようになったってことでいいのかいこれ触れたら死ぬあ、大丈夫だ、大丈夫だ。すげえすげえすげえ。行けるようになってる、ちゃんと。適当に入って、待って待って。んもないか。ウィット。箱の中に鍵が入っている。収納室の鍵を手に入れたやったー。そろそろクリアっぽいんだよなー。 この部屋から強い気配がする。ここに元気がいそうだ。中に入りますかやっぱそうか。終わりか。まあ、いっか。トゥルー見れなくていいっか。とりあえず、ここでセーブ残しとけばいけるでしょう。すぐに回収できるでしょう。中に入ります。鍵開けた。過去に、過去にあったら無理だけどな。その病院の手記が。過去にあったら、もう戻れないから。おっと。なんだすげえ。テケテケさんみたいな。 随分変わり果てたものだな。誰あいつか奴なのか、右目持ってった。ルクバといらっしゃい。覚えていないかうーん、見たことある気がするけど、新しくここに来た人てん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 。あのね、先生、今いないんだ。どこかに行っちゃったんだ。お前の言っている先生ってのは。すごい先生なんだよ。僕のことをみんなのために使ってくれるんだ。でもいなくなっちゃったんだ。きっと僕が役に立てなかったから。 だからね、ここでいっぱい実験体を集めて、先生に会いに行くんだ。てん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 。そうじゃないんだぞ。先生にはもう会えない。何言ってるのお前の待っている先生は、お前にる会いに来る途中で亡くなられたんだ。そんなわけないよ。だって、また明日ねって言ったもん。受け入れられないのはわかる。だが、事実だ。変えることはできない。先生はもういないんだ。 嘘だ。嘘だみたいな。おう、やっぱり。<laughs> 嘘だやっぱり。嘘だ。そんなら嘘だ。嫌だ、嫌だ。先生はまた会いに来るんだ。実験体集めればまた会えるんだ。僕がもっと頑張れば会えるんだ。お前の先生は、お前のことを随分気にかけていた。患者でも実験体としてでもなく、息子として、向こうで、お前のことを待っているんじゃないのか たとえそうでも僕は同じところには行けないよ。期待書がないからな。いつもとやり方は変わるが。向こうに送るくらいの術は心得ている。小メさんかありがとう。てんでんで。異論がなければこのまま送ってやる。行けるかな行けるさ。戦わない向こうで会えるといいな。小メさんかありがとう。会えるかな てきりバトルかと思ったけど、バトルなかったね。あれかな先生の手記を全部集めたからこのエンドなのかな病院の資料的なのが2個ぐらい足りない気がするんだけど。随分長いことかかった回だったな。俺も帰ろう。クリアすかクリアすかあクリアだねはい、彼の話無事クリアできました。ありがとうございます。ありがとうございます。 先輩は生きてるってことでいいのかな先輩今もご存命なのかな先輩守るためにね、目玉あげたっていう、なかなかの勇者でしたが、これはさっきのね、過去のとことは場所は違うけど、同じ屋敷なのかな内装違うけど、ここに移動してきたってことでいいのかなでここに入ってくる人全員食べるみたいな。食べるじゃないか。実験体とするみたいな感じなのかなそういうお話かな で、これは何エンドなんだろうか ?WH さんのお話シリーズ。僕の話。彼の話だ。ごめん。僕の話はもうやった。あエンドに向こうの世界へ。これトゥルエンドです。違う気がする。